こんにちは。お疲れ様です。こっちか。今日で3日目かな。練習参加3日目が終わりました。今日は、まあ軽くパス回しして、基礎練して、ポジションして、ゲームだったんですけど、まず基礎練のところで、みんながちゃんとやってないということで監督からお叱りがありまして、もうなんか日本でよくあるようなんかこうみんな集合っつって集めて、で何言ってるか分かんないですけどめちゃくちゃ怒鳴って、で結構選手がみんな結構反省した顔しててました。でもなんかそのまあでもやっぱいいのはやっぱお説教が長引かないというか、でバーって5分ぐらいバーって怒るんですけど、それ怒った後はもうすぐ切り替えて、監督も切り替えるし選手もちゃんと切り替えてやってるし、まあいいのか悪いのか分かんないですけども、その怒られた直後ぐらいに選手同士でじゃれ合ってましたけど、まあでもそのオンとオフというか各ところのスイッチの切り替えみたいなっていうのはやっぱこっちならではだと思うから、そういうとこは楽しみながらやっていきたいなと思ってます。